昨日人を殺したんだ。君はそう言っていた。梅雨時ずぶ濡れのまんま部屋の前で泣いていた。夏が始まったばかりというのに君はひどく震えていた。そんな話で始まるあの夏の日の記憶だ。あいつもう嫌になって肩を突き飛ばして打ちどころが悪かったんだ。もうここにはいられないと思うし、どっか遠いとこで死んでくるよ。そんな君に僕は言った。それじゃ僕も連れてって。財布を持ってナイフを持って携帯ゲームもカバンに詰めて、いらないものは全部壊していこう。あの写真も愛されたことなどなかったんだ。そんな嫌な共通点で僕らは簡単に信じ合ってきた。君の手を握った時かすかな震えもすでになくなっていて、誰にも縛られないで二人線路の上を歩いた。金を盗んで二人で逃げてどこにも行ける気がしたんだ。今更怖いものは僕らにはなかった。どこにも見つからなくって、君だけがどこにもいなくって、そして時が過ぎて